はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は維新のある嵐に幕末市伝の続きをプレイしていきたいと思います。ようやくね、京都の方に来て新選組の前身にあたる三部浪士組、結成している状態なので、このままですね、物語の方は進めていきたいと思います。とはいえですね、何をすればいいのかまだわからないので、とりあえずね、街を巡ってまた情報収集をしたりしていきたいと思います。基本的にはですね、芸者さんがいるようなところ、祇園とか河原町とか、このあと島原とかね、この辺りを一通り巡っておきましょう。再びもうね、結構金がねかかるんですよね、やっぱり料亭遊びばっかりしてると。ただね、金に留めはつけず、情報収集のためにいい金を使っていきましょう。とはいえね、酒を飲むぐらいしかないんで、何か情報を聞いたらね、酒を飲んで立ち去るっていうね、羨ましいような、情けないような、そんな生活、自堕落な生活をずっと続けています。ではこのまま同じことを繰り返していきましょう。池田屋に来ました。まだ特に何もないんですけど、たまたま池田屋に来たので泊まっていきましょう、せっかくなので。池田屋事件はね、皆さん知ってると思いますけど、将軍上六、政務委任の勅命、2つの情報同時に入手できるのか、これは嬉しいな。だいぶ遊郭周りでいろんな情報が手に入ったので、誰かと論戦をしたいですよね。一度論戦相手を探しましょうか。この河原町近くに誰かいるかな。結構いるな。高杉晋作、草加玄瑞、陽道後藤象二郎、板垣退助、武智安平太、中岡慎太郎とか、結構豪華なメンバーいますね。広沢もいるし、入江もいますね。ダメ元でちょっと新作さんの元へ行ってみますか。京都にはいない。そうだよね。あとはじゃあ、草加玄瑞とかもいないよね。そりゃそうだ。じゃあ、一度本拠地に戻って山並みさんあたりと論戦でもしますか。面会。この中で言うとやっぱ、芹沢かも。あとは、そうだな、山並さんかな。我々はどちらかというと、どうなんだろう、砂漠派ですもんね。尊王派でいうと芹沢派はみんな尊王上位ですね。で、近藤派は砂漠上位、山並さんと東堂平助が尊王上位ですね。なのでこの中で唯一我々というか、土方だけが砂漠開国派ということですね。じゃあ完全に相反する山並さんと面会しましょう。説得、勝負だ。国体思想が土方が砂漠派、山並さんが尊王、国外思想土方が開国、それに対して山並さんが上位、解決手段が主戦と恩恵。完全に真逆ですね。さあ、その山並さん相手にどういう戦いになるか。持ってるカードがあんまりよろしくないけどね。大河ドラマ新選組でもね、山並さん重要なキャラクターになってましたけど。さあ、では勝負していきます。話題を何にするかだな。黒船来航が一番手持ちのカード多いので、黒船来航でいきましょう。欧米列強は鎖国を続ける日本に対し、強大な海軍力を背景に開国を迫ってきた。
まずはカード一覧確認しよう。鮮度が高くて効果が高いものが一番いいんですが、まずペリー来航、効果90。パワー自体は11しかないけど、一旦これを放り出してみよう。で、続いて山並さん。京都での政治工作に話題を変えてきたわけだな。相手が世間話をするを出してきました。このカードを受けますか？まあ受けてもいいんじゃない？世間話だったらね。さあ3回戦。話題を変える。幕府と諸藩の改革。どのカード出すかだな。ではカードを出していきます。まあ、軽く主張する、酒を用意する、いや軽く主張する以外にカードがない。これで39ですね、合わせて。山並さんがどれくらいのカードを持ってるのか。持ってないね。山並さんのカード。天柱の流行。37。それに主張で10。強いな。47か。特殊カード。カードの塗り替えだ。カードがね、弱すぎるので、軽く主張、中座。全部入れ替えたいな。できればね、普通に主張するが欲しいので。お前のカードを捨てて、意見に応じる。13しかない、このカードを使うのか。特殊カードも持ってないしな。得意技を見せる。何得意技を見せるって、ちょっとこれ気になるな。得意技見せてもらいたいけど、選べないですね、得意技は。じゃあ、主張するを使ってカードを選びますか。これで23。まあ、ダメージをちょっとでも軽減しましょう。話題をもちろん変える。京都での政治工作、9枚もカード持ってる。これで勝負だな。いきなり意見を出して山並さんを叩く。将軍上洛。この鮮度99にパワーが59。これに主張をかなせさねて69だったら山並さんもこのねカードに勝てる手持ちはないでしょう。そうだよね。干渉。さあ第6回戦。寺田屋の変、46使ってきたが51。強いだ。こちらも寺田屋の変持ってるんで、寺田屋の変を使い主張するを重ねればこちらの方がカードがでかくなる。第7回戦、話題は変えない。ここカードいっぱい持ってますからね。カードを使っていきます。会津港が守護職に、これは京都守護職に片森がなったという話ですね。これ強く主張するを使って61。よし、一つ橋吉信らが入京。これは最後の将軍吉信のことですね。完全にリードしてる。で、上位頻発に話題を変えてきたな。39。
あー、カード持ってなければしょうがないな。だいぶ盛り返されるな。京都前政治工作に話を戻す。自分の得意な話でね、土台を作るというのは、まあ、当たり前といえば当たり前、当然といえば当然の手法ですからね。ここも軽く主張しか持ってないけど主張しておきます。まあ、ここはね本当に遊郭回りをした甲斐がありましたね。カードの枚数が豊富になってる。で、黒船来航に戻してきたな。山並さんが27の手持ちカード。こちらは、27に勝てるカードがあるかというとないな。まあ、ダメージを少なくしておきましょう。で、山並さんの、気持ちをね、こちらに持ってくると。山並さんが砂漠派に変化。いいね。1の信頼しか得られなかったっていうのはちょっとどうかなとは思いますけど。お、イベントですね。土方さん、誰だ。沖田総司ですね。老子組が江戸に呼び戻されるそうです。まあ、これでね、後の新選組となるこの近藤一派と芹沢一派はこのままここに残るんですね。で、我々戻るんですかという話ですが、ここに残るという選択肢です。では再び街歩きをしましょうか。寝てから街歩きします。まあ、山並さんは論破しましたけど、やっぱ他の人たちにもね、論破したいですもんね。せっかくなんで出ましょう。まずは人探し。できれば身内を、ここに日村抜刀斎がいるじゃないか。まあ会えませんでしたけどね。謙信の、まあ、モデルとなったと言われる人ですね。芹沢鴨とかと話してもしょうがないからな。できれば全然知らない長州藩とか薩摩藩とかそういう人たちと話したいですよね。ではまたちょっと移動していきます。龍馬とか田中新兵衛とかね、有名どころいるんですけど、誰にも会えていないので、おそらくイベント上まだ会えない設定とか、まあ、そういうことになってるんじゃないかなと思います。なので、本拠地に戻って、芹沢鴨と論戦でもしますか。では早速話をしましょう。大河ドラマ新選組のね、芹沢鴨役だった佐藤浩市さん、すごく良かったですね。で、解決手段が主戦ということ以外は真逆ですね。芹沢鴨もこの土方歳三の論戦の前に考えを変えてもらいましょう。さあ、では行きます。得意の京都での政治工作の話で決着をつけに行きましょう。まずは和やかにした上で意見を出す。パンチ力のある将軍上略からだ。63、芹沢強え。すがよ、
全然強いね、芹沢は。ろくなカード持ってないからな。まあ、ちょっと鮮度が劣りますが、少しでもダメージを減らすっていう案にするか、特殊カード聞き流す。6で済んでよかったな、本当に。黒船来航に話題を変えてきたな。いや、芹沢かも。山並さんなんかよりはるかに強い。これは、持てるカードを使ってなんとか防ぎたいけど、本当に強いわ。あとは持ってるカード弱すぎるので、シャッフルしましょう。まだ始まったばかりとはいえ、このまま行くとずるずると負けてしまうので。主張カードを持ってないのでどうにもならないね。まあしょうがないので、ここはもう席を立って引き分けで逃れましょう。いや本当に手持ちの主張カードがないと何もできない。とにかく逃げ切りだ。セリ様は強かったなぁ。ではね、ちょっとまた情報収集していきましょう、芹沢に勝てるように。はい、イベントが始まりましたね。近藤さんが呼んでますということなので、戻りましょう。片森のところに面会に行ったんですけど、知名度が低すぎて、会うことができませんでした。で、その後のイベントですね。で、我々一派が京都守護職預かりの身分になったという話が出てきましたね。で、タイの名前は新選組。ここでもう新選組になったんだな。では新選組結成ということで、総帥は、芹沢かも。まあ、結果的にね、まあ、組長になるのは、最終的に芹沢かもを暗殺されて、近藤さんになるんですけど、まあ、局長って言った方がいいのかな。で、近藤と芹沢合わせて13名か。数は少ないですね、まだ。では新選組になったことによって片森に会えるようになっているかどうかを確認しに行きましょう。さあ会ってもらえるかどうか、面会。まだ知名度が足りなすぎて会ってもらうことができませんでしたね。はい、ではちょっと今回ね、何にも実際の管理してないんですけども、新選組を結成したということでね、まあ新しい局面に入っていきますので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。